もう何言って楽しいって。あー楽しい。わーじゃないよ。もう俺浮かれてんだよ。もう何？だって10日ぶりに地方に会えてさ、しかも泊まりだよ。うん、いやもうまあまあ。そりゃこんなこともしたくなる。あ、ちゃもっといいこと。何？明日朝起きてのんびりした後、うん、ランチで、ちょっと待って、ランチまでしか言ってないから、あの前せいやが行きたがってたパスタのお店行こうよ、うん、めっちゃよくない？めっちゃいい。ランチデートめっちゃいい。しようよ。あー楽しみ。あそこのパスタさ、私ちょっと待って、ちょごめん、ちょっと待って、友達からいい、うん、ごめん、うんうん、なんかさ、彼氏にめちゃくちゃひどい振られ方したらしくって、うん、なんか明日お昼に会いたいみたいな、相談したいみたいな感じの LINE 来ててさ、ごめんなさいなんだけど明日のパスタやっぱなしでいい、ごめん、ちょごめんね、マジでやばい、かわいそう、あえー、え、だって俺のが先約束してたじゃん。いや本当にごめんね。でもさ、でもさ、まあほら今約束したばっかじゃん、前々からパスタのね食べる約束してたわけじゃなくて、今本当にほらエレベーターもさ、間違えた回をしちゃったらすぐだったらこう取り消せんじゃん。それエレベーターによるでしょ。それはいや、まあまあまあ、だからその理論で、ちょっと待って待って、ね、だってさ、うん、ね、いやパスタの話をしたのは確かに今だよ、うん、でもさ、これ前からね、今日泊まりに来るっていう話はしてたわけだよね、うん、で泊まりに来て次の日が休みってなったら、それは次の日も遊ぶって思うよね。いや、もちろん私もね、そのつもりだったんだけど、うん、でもあのさ、約束した時点でさ、そこのもうランチまで入ってるわけだよ。いや、でもね、この友達本当に半年に1回しか会えなくて、もう相談できる人も私しかいないっていうの分かってるから、本当にね、ひどい彼氏だったの。じゃあいいよ。え、怒ってんの？いや、怒ってない。怒ってるじゃん。怒ってはない、怒ってはない、怒ってはないよ、うん、いや俺はそういう地方のね、うん、優しいところ、友達思いのところが好きなので、うん、いいですよ、行ってください、うん、いや、よくなさそうじゃん。それは拗ねてはいます、拗ねてはいます。そうだよね。いやでも、行っていいんだが、うん、いいんだが、うん、ちょっと一つ確認したいことがあって。何？俺の優先順位低くない？ん？優先順位？優先順位、なんかこういろんなことがある中で彼氏の優先順位低くない？そんなことないよ。いや、そんなことある。いや、いや全然本当に高い方だと思うし。いやいやいや、だってさ、うん、俺もさ、10日に1回ぐらいしか地方に会わないわけだよ、うん、ね、そうだよ。10日に1回ってことは月3日しか会ってないわけだよ。いや、それはだってさ、お互いいろんなさ、友達とか知り合いとかさ、コミュニティがあってさ、そこに顔出してったら毎日さ、恋人と会うなんて不可能じゃん。いや、それ毎日会いたいとは言ってないよ、うん、ね、俺だってさ、その重い彼氏になりたいわけじゃないの、うん、だけど、うん、3日は少なくないってずっと思ってたの。でもね、でもね、私が月に3日も会う人はもうせいやしかいないの。それはほら優先順位高いんじゃないの。いや、じゃあ、うん、ちょっと聞くよ、うん、これ質問します、うん、じゃ ある日5人の人に同時に誘われました、うん、誰を優先、この順位をつけてほしいんですよ、うん、分かった。誰と行くか、分かった、はい、じゃあまず1人目、うん、お母さん、うん、お母さんね。2人目大学の友達、うん、3人目がバイト先の人、うん、4人目が大泉洋、うん、5人目が俺、うん、大泉洋は1位じゃん。え？いや、大泉洋だって推しだよ。ちょ、いや、大泉洋に例えばさ、あの会おうよとかさ、まあ、会おうよはおかしいか、まあ、なんかあのイベントがありますとかってなったらそれも行くよ。だって本当に珍しい機会だし、うん、じゃあいいよ。じゃあ大泉洋が1位ね。何、ね、お母さんでしょ。あ、でもこれはさ、もうしょうがないのよ。だってお母さんはさ、本当に私のこと可愛がってくれてるし、いやね、会いたさそうにしてるけど全然会えないからさ、誘われたらそれ会いに行くよ。まあね、それ優しいからね。あ、で3位セイヤでしょ、うん、で4位大学の友達、5位バイト先の人だよ。ほら、全然いいじゃん。あ、おい、ちょっと待って、せいやの前に猫のプーちゃんが入るでしょ。え、ちょっと待って待って待って、
猫のプーちゃん、猫のプーちゃん実家の猫で、もうおばあちゃん猫なの、もうヨタヨタだからさ、もしねプーちゃんに何かがあったらもうプーちゃん優先しちゃうかな。ちょ待って、うん、いや俺3位でも引くって思ったんだけど、うん、繰り下げ4位に。いやでもほらプーちゃんはしょうがないからさ、6分の4貝ってこと。俺いや貝じゃないよ、貝組ってことだよね。いやいやいや別にさ、そういう風に言ったらそうだけどさ、え、じゃ逆にさ、うん、彼氏が一番の女でいいの私が。どういうこと。いや結構きついよ。いや嬉しいよ、その中で大泉洋越して。いや俺大泉洋はさ、しょうがない。推しと恋人はまず違うからね。推しっていうのはまずあの私が会いたいと思っても会えない存在で、推しから会えるチャンスあるぞーってこうやってチケットばらまかれて、はーチケットーっていうのがあの推しとファンの関係性だから、彼氏はもう会いたいと言ったら会えるじゃん。ちょっとなんか今のもすごいしたい、会いたいっつったら会えるってなんかさ、会いたいって言ったら俺がなんかヒョヒョヒョってさ、こうヘバヘバヘバって来るみたいな感じもするしさ。いやで私がね、もう彼氏が一番みたいな女の子だったらもうすっごい束縛すると思うし、もう連絡とかも毎日毎秒するし、そういうの嫌じゃない。いやそこまで極端なこと言ってんの。いやでもそういうことだと思うよ、彼氏が一番っていうのはさ。それは嫌だよ、束縛とかされるのはね。別に俺もしたくないしさ。いやしかもさ、そもそも私のことをさ好きだって言った時、なんか夢を追っかけてる姿がかっこいいって言ってきたの覚えてる。それはさ今でもそう思ってるよ。だからそういうことじゃん。私はそのイラストの勉強をする時間も大事だし、で趣味の時間もある、で推し活の時間もあるし、友達にも会いたいし、家族にも会いたいしさ。うん、分かっちゃいるんだけど、そういう私のことを魅力的に思ったのでは。いやそうだよ、そうでしょ、そうだけど、うん、だからもう少しだけ俺に時間割いてくれてもいいやん。いや自分のものってつまんないよ、完全にもう自分だけの女みたいに思える人ってなんか一緒にいてもスキルどんどん下がっていくよ。もうつかみどころない、俺にもっと時間割いてほしいぐらいの関係がいいんだってば多分。なんかすごい丸め込まれてる気がするんだよな。いやまあでもね、いやでもごめん、自分の時間はね大事なの、どうしても。だってさ、私はさ聖夜のために生きてる存在じゃないから、自分の人生歩んでるから、自分で自分に向き合うだけの時間も欲しいんだよね。休日さ、私の趣味のボルダリングやりたいです。じゃあ俺と一緒に行ってくれればいいじゃん。え、そしたらさ、せいやとの時間になっちゃうじゃん。私が私だけの時間を、その中でボルダリングを組み込みたいの。なんかほんと丸め込まれてる気がするけど、まあでもまあそういうところがなんかもう、まあ、俺は追いかけたい派だから、もうまあまあ分かりました。いやでもちょっと待ってね、ちょっと友達のさ予定3時からにしてもらう。ちょっと昼がいいって言われたんだけど。いいよなんか。いやパスタランチって感じ。俺がわがまま言ってるみたいじゃん。わがまま言ってました。わがまま言ってます。言ってない。いやでも私もわがまま言いましたね。こっちの友達の約束をね取っちゃったっていう。そのさ、うん、友達にさ彼氏が拗ねてるとか言わないよ。なんでだよ。言わないで出せえじゃん、もう。いや、笑って。何笑ってんだよ、もう。ごめん。明日パスタ一緒に食べようね。ごめんね。本当にごめんね。いいよ。じゃあさ、大泉洋と俺にさ、同時にパスタ誘われたらどっち？そう、大泉洋だね。